劇場版鬼滅の刃無限列車編が底力を見せつけました。映画振興委員会統合ネットワークが22日発表したところによると、劇場版鬼滅の刃無限列車編の通算観客動員数が134万9314人を超えたそうです。1日の興行成績ではミナリに続いて2位です。この作品は韓国国内で公開された日本のアニメ映画の興行成績も塗り替えています。韓国で公開された日本のアニメ映画の通算観客動員数1位の君の名は約373万人、2位のハウルの動く城約301万人、3位の千と千尋の神隠し約200万人、4位の崖の上のポニョ約151万人に続きトップ5入りを果たしたというわけです。これは仮暮らしのアリエッティ約106人を抑えた記録です。劇場版鬼滅の刃無限列車編を見た観客たちは、戦闘シーンはアニメの中で最高ではないかと思う、絶対に後悔しない、演出も良いし良くなかった点はない、作画、映像美、ストーリーどれも最高だなど高く評価しています。それだけでなく、テレビアニメ鬼滅の刃は当初青少年観覧不可等級だったのにもかかわらず、引き続きネットフリックスの今日の韓国のトップ10コンテンツにランクインし、改めてその人気を立証しました。そんな中、鬼滅の刃は主人公炭治郎の耳飾りの模様が旭日旗を連想させるとして物議を醸しました。これを受け、韓国ネットフリックスは鬼滅の刃のメインイメージの中の炭治郎の耳飾りを修正し、サービスを提供しています。一方、アニメ鬼滅の刃は集英社の週刊少年ジャンプに連載された同名の漫画が原作。鬼に家族を惨殺された少年炭治郎が鬼と化した妹禰豆子を人間に戻すために孤軍奮闘するという物語を描いています。昨年日本で公開された劇場版鬼滅の刃無限列車編は19年間にわたり日本でアニメ映画興行成績1位を守ってきた千と千尋の神隠しを抑え話題を呼びました。最近テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編の放送が決まり、今後もブームが続くものとみられます。